当中華層の美味しい食べ方当中華層は他の競争剤と比べて性質が穏やかなため幅広い薬効と食用特性を持っていますしかし食べ方が適切でないとその栄養効果が十分に発揮されないこともよくあります当中華層の食べ方としては1日1人当たり0.5から 5g 程度が最適で煎じて食べる煮るワインに浸す 直接噛むなどが一般的です。糖中化層を水に浸して飲むという話はよく聞きますが、実はこれはおすすめしません。糖中化層は、高麗人参やクコなどの単純な植物ではなく、同植物の混合物であるため、水に浸しただけでは、糖中化層の有効成分が水中に溶け出しません。したがって、糖中化層を煎じて飲むのが一番良いのですが、煎じる場合は、 頭中仮想だけを煎じても良いですし、クコや黄金草などの薬剤を加えて一緒に煎じて食べることもできます。時間は30分を超えてはならず、温度が高すぎてもいけません。頭中仮想の煮込みスープはもちろん、アヒルや鶏肉、カルビなどと一緒に頭中仮想を煮込みます。スープを煮込むことで頭中仮想がとても美味しくなるだけでなく、 頭中下層の栄養素がスープに効率よく溶け込み、頭中下層の栄養を体内に吸収しやすくなります。ただし、スープを煮込む場合は弱火で煮込むことに注意が必要で、頭中下層を早く鍋に入れすぎず、鍋を始める20分前に鍋に入れ、頭中下層も一緒に食べるようにしましょう。スープを飲んだ後、あまり一般的ではありませんが、 当中仮層をワインに浸すという方法もありますが、お酒が好きな友達に当中仮層を食べるのに適した方法で、白ワインやライスワインに当中仮層をしばらく入れてから飲みます。当中仮層の醸造酒は1日2回、1回15から2 0ミリリットルずつ飲むだけで、飲んだ後は当中仮層の栄養を無駄なく食べることができます。当中仮層ワインは、一日に優れ、 影と腎臓に栄養を与え、エッセンスを補充して体を強化し、欠乏と凝固を強化し、心臓を強化し、神経を落ち着かせる効果があるので、飲みすぎないように注意してください。頭中仮草を直接噛んで食べるのは、より伝統的で古い食べ方です。一般的に、頭中仮草は生で直接食べることができますが、長期間保存しすぎた頭中仮草の中には、 表面に細菌や寄生虫が付着している場合があります。生で食べると、それは健康に一定の影響を与えるでしょう。従って、頭中仮層を直接噛んで使用したい場合は、新鮮な頭中仮層を選択する必要があります。